エシンデピューティとは日本の競争馬である。馬名は冠名名のエシンと父、フレンチデピューティの馬名の一部から取ったデピューティが由来となっている。2005年3歳児の4月24日にデビューし3戦目で初勝利を挙げた。しかしオープン入りまでは時間を費やした。2007年3月25日の震災橋ステークスを勝って、 オープン入りを果たすと自走4月21日のオーストラリアトロフィー、さらに6月10日のエプソムカップも正式3連勝で重賞発制覇を果たした。その後休養を挟み明の初戦として10月7日の毎日王冠に参戦したが、こちらは8着。続く天皇賞にも参戦し8入戦となるが直戦で、外側に車行し、束の走行を妨害したとして14着に降着となった。 しかしその後、ナルオ記念で巻き返しを見せ2着となった。2008年、京都金杯で勝利し、重賞2勝目を挙げた。京都金杯後にドバイデューティーフリーへの出走登録を行ったが、出走は回避した。さらに1月22日に締め切られた、アジアマイルチャレンジのシリーズ登録も行った。その後東京新聞杯に出走するが、7着に敗れた。しかし続いて出走した大阪杯では、 名称サムソンや浅草キングスなどに先着し2着だった。さらに5月31日、中京競馬場での金ャ地賞では、マンハッタンスカイ、川上プリンセスなどを引き離して逃げ切り価値を収めた。金ャ地賞を出走後、調教師の野本明は、次は宝塚記念に出しますと、夏のグランプリレース参戦を宣言した。そして6月29日、 雨混じりの阪神競馬場で行われた宝塚記念では、コースタートから鼻に立つと、最後の直線走路で追いすがる一番人気、名将サムソンを頭差しのぎ、初の GI 制覇を飾った。9月24日、右前足の急節を痛めたため、予定されていた11月2日に、東京競馬場で行われる天皇賞への出走を断念することが明らかになった。ただ症状は、 軽症で軽い運動は行われており、年末の有馬記念での復帰へ向けて順調に調整されていたが、12月24日の調教中に右前足のつなぎ人体炎を発症し、翌12月25日に同レースを回避することとなった。1年3ヶ月の休養を終えて、2009年9月27日のオールカマーで復帰、レースでは2番手で追走したが、 直線で失速し14着と大敗した。続く、天皇賞では逃げを打つも、直線で後退し9着に敗れた。続く、ジャパンカップでは3番手追走も、直線で1敗になり6着に敗れた。しかし入選後に、右前足のつなぎ人体炎を再発。2009年限りでの引退、守護場入りが規定路線だったことから、ジャパンカップを最後に引退し、12月10日付で、 競争場登録を抹消された。引退後は、北海道新日高町のレックススタッドにて種ボバに、なる、は8位入選降着。マイルから中距離競争での活躍が多いが、デビューしてから1年余りは1400メートル以下の短距離を中心に使われていた。2007年10月28日に行われた、天皇賞における降着については、最後の直線走路において、当場の車高が、 タバに大きく影響を与えた。この車高により、タバが玉突きのように次々と馬体を接触させる多重のアクシデントを引き起こしたとされている。そのためこの時に起乗していた柴山祐一は4日間の起乗停止処分になった。ただし、この事件は内側から寄れてきたコスモバルクが原因であるとの声もあり、同レースでカンパニーに起乗していた福永祐一は、 あの馬は毎回何かをやると同馬の悪癖を指摘している。2013年に3区がデビュー。2013年5月30日笠松競馬第一競争新馬戦で活撃一番が3区初勝利を挙げた。2018年からは栄心牧場でつなぎをされることになった。2019年に引退名馬つなぎ洋天寺事業の女性対象馬となり、主ュ馬を引退した。 ありがとうございます。